眠気はどっか行ったんか。いやーさっきの、いや今日チャンピオン取りすぎて眠気飛んでるね。言うてたのがね、もうね、頭の真ん中がジンジンすんだよね、俺酒飲むと。ああ、まあそれは結構誰でもそうじゃない。あ、そうなんですね。僕だけだと思いました。なんか酒飲んだら覚醒できるのかなと思ってた。飲みすぎになったらそうなんだよ。俺でも一杯しか飲んでない。じゃあ弱くなっちゃったんだよ。いやマジジャックダニエル強いわ。ジャックダニエルじゃないんでしょあれ。ウォーカーだね。なんすか？ジョニーウォーカーだね。ジョニーウォーカー強いわ。ずっとジャックダニエル言ってるよな。私がジャンプマスターだってさ。私が指揮を取る。あっちに着陸しよう。こっち予約。ハイボール来いわ。予約で。はい。いやもうちょっと余裕あったら時間にダサクさんの家にうんこしに行きたかったっす。でうんこなんで。うちあれで面白いとないよ。そうなんですよ。じゃあ買ってくっすわ。面白いと？はい。わかるわ。やっぱダサクさんち。面白いとでもあれっすよ。QOL めちゃくちゃ上がりますよ。いやでも慣れちゃったな、今までずっとあったんだけど。マジっすか。俺ウォシュレットないと無理っすわ。俺もやっぱね、やっぱ水で流さないとうんこついてるっすよ。僕の穴をね優しくしすぎてるから、お前らの血管がめっちゃもう雑魚になってるよ多分。雑魚でいいじゃないですか。雑魚だとは思いますけど、でも血のうんこ取れないっすよ。ダサさん汚ねっすよそれ。取りきれねえっすよ。ダサさん血管もついてますよ。取りきれんすマジで。ケツうんこ。俺でもドイツに行った時ウォシュレットなかったんですよ。あれ何日行ったっけ、5日ぐらい行った。まあ5日ぐらい行ったね。俺もうケツ雑魚なんで、ケツ痛すぎて全力で。わかる。あとさ、あっちの髪すごい硬いよね。硬いよね。いや日本の髪ってすごいらしいからな。いや日本の髪マジでやばいっす。ティアワンあんなにすごい髪使ってるとこ見たことない。ドイツの人は多分ケツプレーターそう。いやマジでケツもろ無理だわ。ケツ強そう。あ俺タボタ使おうかな今回。なんかあれば。ドイツでケースを破壊されて帰ってきた。ケツ破壊。でも多分ウォシュレットした後に拭くじゃないですか、うん、ほぼほぼもううんこついてないんですよ。つかないね。まあまあ確かにね、はい、ウォシュレット偉大だよね。水気をトイレットペーパーで拭くくらいですよ、もう最後。そう。マジで。うんこ拭くんじゃなくて。いや、俺も使ったことあるからわかるよ。ウォシュレット。今ないだけだから。つけないっすか？そんなんに慣れてよく、すごいな。海外行くためにつらいわ、俺ウォシュレットないのが一番つらい。まあなんか外付けのやつあるらしいけどね、めんどくさいんだよな。あー外付け、前の家の時俺外付けだったかな。ボタン一つで、外付けってどんな感じなの。あーもう乗っけるだけ、乗っけるだけで、電池が、あもちろんなんか電気ついてないけど、で電池つけたスイッチが外についてて、壁とかについてて、うん、ボタン押すだけで起動する。へー、あれが外付けかな、わかんないけど多分そうだ。神っす。